佐々木光造作。右門も物町。左差しの相口。その第35番手柄です。鼻が吹きちぎられるような寒さでした。全く一通りの寒さではない。いっそ雪になったらまだましだろうと思われるのに、その雪も降る景色がないのです。 ああ、つめってえ、畜生。やけにまた、かんがらしをきたしやがるら。だから物事の正直すぎるってなきゃりなんだ。たまには館長にほてってみろよ。普だからって何もこう正直にしみなくたっていいじゃねえか。いるんですかい朝も今、夜が明けたばっかり。この寒いのに、こんな早く変な声がしたからには、もちろん電録であろうと、ひょいと見ると、電録は電録だったが、変なやつでした。しょんぼりと立って、 メソメソ泣いているのです。なんだへえへえじゃないよ。たった今ガンガンとやがましくが鳴っていたのに、何を急にメソメソやるんだよ。勘に当てられたのかい足が泣いたからっていちいちと冷やかすもんじゃねえんですよ。悲しいのは足じゃねえんだ。こうくれが押し詰まっちゃ、人付きはよくしておかねえと、どこで誰に借りずにしなくちゃならねえとも限らねえからね。その時の用事にと思って、ちょっとお付き合いに泣いたんです。 あれをご覧なさい、あれを。いぶかしい言葉に、起き上がって指さした庭先を見ながめると、しょんぼりと佇んでいる人影が見えました。袴、大小、すっぱだしに髪は乱れて、その袴も横に歪みながら、何か慌てふためいて、必死とここへ駆けつけてきたらしい様子が見えるのです。お呂や同心だな。 そうそうそううなんですよ。チラリと見たばかりで補修させたやれもんだね。あの、旦那、ご親類ですかい腰におろ屋の鍵束をぶら下げていらっしゃるじゃねえか。いっちいちとうるぜえやつだ。ご心配そうにしてらっしゃるが、何か起きたのかよ。起きたなんじゃねえんだ。しかしかかっかく、こいつとても一人の力じゃ手に負えねえと思いなすったと見えてね。まず何はともかくと、足のところへ飛んでおいでなすったんですよ。嬉しいじゃござんせんか、そのご希少はね。 電力は、六つり稲荷の門番なんだ。奥の院を拝むには、まず足に渡りをつけなきゃというわけでね。来られてみりゃ、足もこういう気象なんです。べらぼうめえ、よこす。引き受けました。牢屋で人が切り殺されるなんて途方もねえことがあってたまりますかい。うちの旦那は、人一倍寝起きの悪い人なんだ。足が、特別念切りに目覚まし大工叩いてやるからおいでなさいと。こうして一緒に力をつけつけ、うるさいよ。何を一人でべらべらやってるんだ。お前なんぞに聞いてたら手間が取れや。 邪魔っ気だからこっちへ引っ込んでな。いいえ、旦那、お黙り。あっしが喋り出したからって早々そうそう目の敵にしなくてもいいんですよ。話には上手下手。物にはコツっちものがあるんだ。コツがね。そのコツをよく心得ているからこそ、あっしがあちらの旦那に代わって手間を取らせず無駄を言わず、ことの荒ましをかいつまんで飲み込みいいように物語るってんじゃねえですか。ちゃんと援護しておとなしく聞いてらっしゃい。いいですかい。はい、あちらの旦那は、おろや同心なんだ。 おろやどじんっや、天馬町の修罪人を預かっていらっしゃるやかましい役柄なんです。名は、牧野源玄内様。お預かりの牢は、平牢の三番部屋。今、十九人という大連が三番牢にぶち込まれてるって言うんですがね。ところがだ、その三番牢でゆうべ人切りがあったって言うんですよ、人切りはね。ただの人殺しじゃねえ。罪人が一人切られて死んでるって言うんだ。旦那もご存知でしょうが、布団虫、水攻め、サガツルし、 罪人同士の間で刃物を使わねえ人殺しはこれまでもちょくちょくねえわけじゃねえんです。しかし、刃物を使った人殺しは天地開闢以来初めてなんですよ。なんしろ、切れ者刃物、刃のついてるものは一切の五金制の五郎内なんだからね。そこでぐさりと一人胸元をやられて死んでいたって言うんです。不思議じゃござんせんか、え旦那 どうですかよ不思議じゃございませんかシスン号のハマった五郎屋の中です。ちゃんと鍵がかかってて、その鍵はあの現内旦那が五章大事と腰に弱いつけてらっしゃるんだ。外から人の減ったはずはねえんです。ねえとしたら、中の十八人のうち、どやつかがやったに違いねえんです。ところが、その五郎な絵は刃物はおろか、刃の字のつくものも持ち込むことはできねえんですよ。それを言うんです。それをねえ。あっしが喋り出すとかれこれ威張った口を気になるが、この通り電力の話は無駄がねえんだ。 ちゃんと素地が取って一口飲んだら身の毛がよだつっていう酷なる話をしてるんですよ。悔しかったらとっくり顎を撫でて考えてごらんなさいまし。なるほど。不思議至極、怪奇千番な話です。電力の言う通り、平老の、それも大勢投げ込み老の中では、老付き合いの悪い者、老な主に逆らった者なぞは、深夜、酒つるし、水攻め、あるいはまた太虫なぞの老成敗に出会って、 囚人が囚人に殺される例はまあまあ,あることでした。しかし、刃物で切られたという試しはない。あったとしたら、イカ様、が天のイカのことです。おのずと名人も色めき立ちました。鍵の具合、外から入ったものがないかどうか、入念にお調べでござったろうな。それはもう、大勢までもござらぬ。何より肝心なこと。 年に年を入れて調べたが、さらに外より入った形跡がござらぬゆえ、不審に耐えぬのじゃ。見つけたのはいつ頃でござる。ほんの今仕方じゃ。牛三つに見回った時は何の異常もなかったのに、明け方回ってみると、十九人が一人欠けてるのじゃ。それが今申した通り、胸元を刺されて血に染まっていたのでな。騒ぎ出したらこの弦内の地辱と思って、こっそりと、道路の者十八人を洗ってみたのじゃが、 下手人は愚か、刃物さえも見つからぬじゃ。それゆえうろたえて、いっそ手前ごときがまごまごといじくりわすよりも、そなたのご助力は多いだが、早道と思って、通るものもとりあえず駆けつけたのじゃ。面目ない。面目ない。お寒いところをき気のどぐじゃが、お力、お貸しくだされい。ようござる。お互い、おかづかい。災難苦労は、愛見互いじゃ。すぐ、参って死んでよ。 ごんないくだされ。勝ったじ件けねえ。何を喜んでるんだ。それが無駄口だと言うんだよ。早く履き物でも出しな。いちいちとそれだ。県内旦那の代わりにこの電録が俺を言ってるんですよ。正直この通り抜け目のなところが他人にはできねえゲートなんだ。ええ、お履き物。おいらじゃねえや。県内旦那が裸足ではさぞお冷たかろうと思って履き物をと言ったんだよ。間の抜けたことばっかりあってやがって。 この通り抜け目がねえもねえもんだ。では、音もつかまつる。冷えますな。電録謎とは気の付き所が違うのです。お江戸自慢の巻き羽織に朝風をはらんで、血の気もないほどに内う,うろたえている玄内をいたわりいたわり、越中橋から江戸橋、大電馬町、小電馬町と、ひた急ぎに天馬町の往路へ急ぎました。 に一番牢、二番牢といって、三番牢は同じ胸の一番奥でした。目ばかりのような男、髭ばかりのような男、骨ばかりのような男、あの世の風が吹く牢屋です。薄べり一枚ない板の間に、人離れした十八人が、寝るでもなく、起きるでもなく、虫のようにゴロゴロしているありさまは、 本当に、生き地獄のようでした。刺されたという男は、どうでござるあれじゃ、あの、隅の菰の下がそうでござる。今、外へ運ばせますゆえ、ちょっとお待ちくだされ。いや、いじらぬ方が、何かと手がかりもつきやすいというものじゃ。中へ入って調べましょう。お分けくだされ。素人で悪情ではない。 一番炉は右ねじり、二番炉は左ねじり、三番炉は上へねじるとか下へねじるとか、ちゃんと法則が決まっているのです。それぞれの人やの廊下着の秘密を心得ているものが、お牢屋や同心なのでした。カチャリと玄内が開けた後から、物静かに入っていくと、調べ方に無駄がない。ほう。 おたなものでござるな。指先をちらりと見ると同時に、まずピカリと右門流の恐ろしいところを広げ始めました。あきれたもんだね。ほんとですかい。いかに旦那にしてもちょっと君はあいが、見てきたような嘘をつくんじゃありますまいね。おう、出しやがった。いちいちとそれだからうるせんだ。この右手の人差し指と親指の腹をよく見ろい。 ちゃんと、この通り、そろばんだこが当たってるじゃねえかよ。こんなにたこの当たるほどそろばんをいじくっていたとすると、おたなおどもただの飽きんのじゃねえよ。まず両替屋。でなくば、七屋暴行。どっちにしても、金いじりの多いところだ。素性調べは後でいい。傷口を先に見よう。そこのコもは跳ねてみな。ぬっと出た顔は、三十七八。 面構えは中くらい。しかし、方の肉付き、顔の色、まだそれほど老疲れが見えないのです。現代の、こやつは近頃入老のものでござるな。さようでござる。つい、十日になるか、ならぬかの、新ぎりでござる。どうのう、十日ばかりじゃと申されるか。ちっとそれが気にかかりますな。 傷口は、そこじゃ、その右の胸元じゃ。なるほど。父のちょうど上あたりに、ぐさりとひとつき、見事な刺し傷が見えました。獲物は合口。確かにドスです。しかも、傷口は上に走って、まさしく正面から突き刺したものでした。ちらりと見ながめるいや、 ふふんと白い笑いがぼりました。ははは。そうか。なるほど。そうか。来てみれば、さほどでもなし富士の山というやつかのう。よしよし。そろそろと根が生え出しやがった。もう何かすさまじい岩が,がついたと見えるのです。あちらこちらをブラブラとやれねがな、ちくりちくりと鋭く目を光らして、 18人の道路の囚人たちの迷路を一人一人見比べました。しかし、ここへ入るほどのものは皆、一癖も二癖もあるしたたか者ばかりです。外から下手人の入った形跡がないとすれば、もちろんこの中の18人の誰かにそういないが、よしや18人のうちにいたにしても、顔色や目つきで眼をつけることは、 いかなあ名人でもこんなんなことでした。第一、誰も彼もが同じような顔つきをして、目の色一つ変えたものすらないのです。ばかりか、十八人が十八人ともにニヤニヤとやって、探し出せるものなら探し出してみろと言わんばかりに、あざ笑いさえ浮かべているのでした。中でも不適当に、 青黒い歯をむいて薄われを漏らしていたのは、ーなるしです。型通りに、重ねたみの上へどっかり座って、羽毛が誰か、名人がどこの男かというように挨拶一つせず、偶然と嘘吹きながら、にやりにやりとやっているのでした。お前、体操上機嫌だな。 へへへへ。<laughs> そうでもねえですがねえ。畳の上の居心地はこのまた格別だねえ。旦那もちっといかがでござんす。入ってもう何年じゃ忘れましたよ。ここは浮世の風が吹かねえんでねえ。へへへへ。近頃、お漬けがしみったるでしょうがねえんだ。ご親切があったら、経理しない餌係へ、一本食いさせて行ってんなせまし。 もっとうめえ汁を食わざるようにとね、浮世のケーキはどうでござんすなどと、不適至極なことを言って、頭から飲んでかかっているのです。こんなしたたか者を相手にしては、無論、尋常一様の戦技で拉致の湧くはずはない。おそらく、老なるし始め、道路の者は、誰がやったか、どうしてやったか、 愛口の隠し場所もちゃんと知ってるであろうが、告げ口、耳打ちは言うまでもないこと。世間の義理人情とはまた違った義理人情を持っているこの連中が、一通りや二通りの攻め方でたやすく口を割ろうとは、思いもよらないことでした。ただ、残るものは右門流あるのみです。動かぬ証拠を右門流で見破って、 偶の根も出ないようにする以外手段はないのです。さての、どっから驚かしてやるか。いろいろと手はあるんだが、ローなるし。なんでござんすお前の正国はどっちじゃお袋の腹ん中ですよ。そうか。ではお前の腹ん中もひやりと人差し冷たくしてやるぞ。不気味に言って。 じろりじろりと見ながめていたその目が、ふっと膝下の重ね畳に止まりました。不審があるのです。今まで下積みになっていたために、しけって腐ったらしいそそっきれのある一枚が上になって、シャンとしたのが下になっているのです。明らかに、それは、畳を積み替えた証拠でした。刹那です。ズバリとはぜたような声が、 ローナー氏の会ぶつかりました。降りろな、な、なんですかい呂頭の火山畳は、お城も同然なんだ。お奉行様がちゃんとお許しなんですよ。降りろとは、ここ降りろとは何でござんす目を向いて逆ろうとしたのも増さはない。もっと筋の通りくついいな。おいらがおりろっつったらそのお奉行様がロろって言っても当然なんだ。逆らい立てしたところがなおさろ死んだ。降りなきゃ降ろしてやるよ。 ふわりと、軽く手首を取ったかと見ると、草下流、火筒の妙です。いっていっていって、いい、降ります、降ります、おとなしく降りますよ。転げ落ちるように降りたのを待ち受けて、静かに電力を顎でしゃくりました。一枚一枚、この畳を調べてみな。え裏返しにしてみろと言うんだよ。どれか一枚に。 土壌を差し込んで隠してあるに違えねえ。一枚残らず返してみな。あったのです。上からちょうど三枚目。畳の裏腹の藁心へ、ぐいっと深く差し込んで、巧みに隠してあったのです。そうだろう。どうで、みんな。そろそろ怖くならしねえか。これはほんのう流の序の口よ。 ドスが出てきてからには、下手人もお前ら十八人のうちにいるにちけねえんだ。拷問、ひぜめ。お次はどんな手が出るか知らねえが、急がねえところがまた右門流の十八番でな。この、老後子の中入れておきゃ、下手人を飼っておくようなもんだ。起きたばかりでお前らも腹が空いてんだろ。ゆるゆると宣じてやっから、まず飯でも食べな。おい小物小物 不思議でした。何を思いついたか、ういっと後ろを振り返ると、気味の悪いほどにも落ち着いて、変な時に変なことを、ひょっくりと命じました。食わしてやんな。ガツガツしてるだろうからな。おつけかどうのお汁がしみったらなのと、ロークでもねえことを抜かしやがったから、今朝ばっかりはたっぷりつけてやんなよ。いいかいどんどんお帰りしてやんな。眠りと、 食べ物こそは何にもまさる極楽の囚人たちです。来た来たおつけだぞ滅法豪気なことにならなかったじゃねえか湯気が立ってるぜ探し出すなら探しにてみねえ下手人宣言よりもこっちは飯が大事だおいこっちこっち俺が先に手出した人じゃねえかあんなこんなぬく飯にやりつけんなら何べんだって殺してやらさながらにガキでした。 メ路ルを変えて、18人がずらずらっと並びながら、先を争ってむしゃぶりつきました。しかし、名人の目がそれを遠くから眺めて、じっと光っていたのです。一人、二人、三人、四人。右端から拾っていったその目が、突然ぴたりと六人目のところで止まりました。人と変わった食べ方でした。 ひどいギッチョと見えて、左に箸を持ちながら、左でガツガツ食べているのです。刹那。つかつかっと近づいたかと思うと、襟首をつまみ上げたもう手も早かったが、短歌もまた見事でした。たわけたちめが、これも名だけむっつるりのおぐのてだ、よみろい。ガキみたいな真似をそれからこういうことになるんだ。化身はこのギッチョと決まってよ。立てなな、 何をなさるんですギッチャーは世のゼラなんだ。足が、私が下心なんぞと、とんでもないことですよ。控えろ。おいらを誰だと思ってんだ江戸に二人とね、むっつりもんだよ。あの傷をよく見ろい。後ろから抱きすくめて刺した傷じゃねえ。あの通り、酒場の跡が上に跳ねてるらにはまさしく正面からついた傷だ。そこだよそこだよ。正面から刺した傷なら、ギッチョでねえ限り相手の左をつくのが当たる目じゃねえか。 しっかりにもかかわらず、あの傷は右をやられてるんだ。右の胸をな。さては下手人左っか、いや、ギッチョン違わらめえと、このオイラが睨んだに何の不思議あるかよ。十八人いるうちで、何を慌てたか、左で飯を食ったおめえ一人なんだ。丸、まあ、けめが。むっつりもんが無駄飯を食わさるけ。そのギッチョンを見つけたくって食わしたんだ。食いじに負けて、右手で箸を持たなかったのが運の尽きさ。 下心がガラは他には用もんねえ。兄、兄。えええじゃないよ。何をパチクリやってんだ。こっから先は伝六様の十八番だ。この生っちょろりやろろしょっぴって言って一人をぶち込みな。ねえ何を感心してやがるんだ。前どこった。いちいちと驚くなっていいんだよ。人一人殺すからには何か予約あるに違いあるめ。 やたらの素性をちっと表してもらいましょう。玄内殿、ご案内、くださらんか。連れ立ってやっていたところは、労働心、詰所書の奥座敷です。五郎屋日誌、送り込み帳、五銀見記録、ずらりと並べて積み上げてあるお帳簿箱へ近づくと、三番炉五銀見記録とある、 分厚な一冊を取り上げました。玄内の殺された男は何と言いましたかなトヨタという名でござる。あの下手人は梅五郎という名じゃ。呪郎は何日と何日でござる。両名とも、十二月五日じゃ。ほう、一緒の日でござるか。 その、十二月五日のところを開けてみると、いぶかしい文字が見えるのです。お銀み一回、十二月五日、南町五番署、豊田、三十四歳、日本橋茅場町、両替屋、鈴分手代、でっちより住み込み、梅五郎、二十八歳、銅、鈴分手代、 同じく、デッチより住み込み。罪状、出刑金数一千百三十両使い込み。ただし、両名の申し立てに不審の角あり、大吟味中受郎。そういう不思議なお記録でした。同じ両替屋の手代であるというのも意外なら、出刑金数一千百三十両使い込み、 ただし、両名の申し立てに不信の角あり、お銀味中受郎とある一条は、見逃しがたき文字です。がぜん、名人の目がさえわたりました。あれなる両面のおかかりはどなたじゃケ四郎殿でござる。はあ、ああ、そうか。とんだめぐり合わせじゃのう。伝録よ。ええ。 喜べ、喜べ。阿ワ旦那のお尻拭い応接かったぞ。このように。<laughs> なるほどね。どうで近頃ろくろく顔を見せずにしょぐえていましたっけ。あっきれたもんだね。不審の角ありとは、よくも白を切ったもんだ。大将の高けた穴で不審の角のねえものはねえんですよ。さあ、忙しい。ちっきし、きちょうめさあ、忙しくなりましたね。 慌ってるな。まだ、尻からげ何度しなくてもいいよ。気になるのは、この、不審の角とあるその不審じゃが。現代での様子、お尻か。知っている段ではござらぬ。この通り、千百三十両使い込んだ不思議はござらぬが、その使い方がちと妙でな。鈴文は、東大でちょうど三代。 何不自由なく両替屋を営んでおったところ、この盆のあたりから、ましにのれんが傾きかけてまいたと申すんじゃ。だんだんと探っていったところ、その、穴が、あの、両名の使い込みか。さようでござる。ところが、ここに不審というのは、二人とも、 俺が使った、お前じゃない、このわしが使い込んだのじゃ、梅五郎の申し立ては偽りでございます。い,いえ、トヨタの申し立ては嘘でござりますと、互いに罪を奪い合うのじゃ。それも、申し立てがちょっと奇妙でござっての。長年、ご面倒を受けた主家が、左前になったゆえ、放っておいてはこの年のせもこせぬ、世間にボロを出さず、 鈴ずぶんの信用にも傷をつけず、傾きかけたのれんを立て直すには、一獲千金、相場より他に道はあるまいと、五十両張り、百両張り、二百両三百両と、主人に隠れて張ったのが、春一方から思惑違いで、かさみにかさんだ使い込みが、知らぬ間に、千百三十両という大金になったと申すんじゃ。やば。 主家最高の中義建てに開けた穴ではあるし、知らぬ存ぜぬというなら格別、俺じゃ、わしじゃ、お前ではない、うぬではないと言い争って罪をきたがるゆえ、拷問好きの警視郎殿も、いたしかゆしの手たらくでことごとく手を焼き、火を見て檻を見てと、受労させておいたのが、このような芳芽殺しになったんじゃ。 何から何まで、不信づくめでござるからの、どうなることやら、困ったことでござる。いかさま不信ずくめです。いかに主家の忠義立ての罪であったにしても、互いに罪を奪い合うのが、そもそもの不審でした。ましてや、その一人が他を殺すに至っては、捨てをおかるべきではない。不審のもとは、 これは、両替や鈴分にあるのです。兄、会話わだ。かごですかい決まってら。あ,ありがてえ。これでも持ちがつけら。さあ来い野郎。あばけの隊長、そっから表挙子出んなよ。面倒だからな。へ、御用籠です。弾んで二丁だ。勘弁しとくんなぜ。いい心持ちだね。飛ばせ、飛ばせ。一角、二角。 よかどと曲がらぬうちに、もうその、かやば町でした。三。なるほど、ある。古いのれんに鈴文と染め抜いて、間口も三軒あまり、なかなかの大屋台です。しかし、表の飾り点水桶があっても、たがはじけ、のれんには穴が開いて、左前が軒下に覗いてるような構えでした。嘘じゃねえや。 屋根が本当に傾いてやがる。おるか許せよ。いらっしゃいまし。あい、すみませぬが、ご了解ならこの次にお願いしとございます。この次を待ってりゃ土台骨がなくなろうと思って大急ぎにやってきたんだ。お前が主人か。さようでございますが、旦那様はどちらの、どちらの男でもいい。しょぼしょぼしててよく見えねえや。もっとこちらへ顔を見せろ。 いぶかるようにあげた顔は、もう六十余り。目にはヤニが浮き、頬は青痩せに痩せこけて、深いしわが溝のように走り、三度三度のいただき物にもことかいているのではないかと思われるような、しょぼしょぼとした老人でした。そばにでっちが一人。これも食べないためからの疲れからか、まだ起きたばかりの朝だというのに、こくりこくりと船をこいでいるのです。 店の者のはこれっきりか。他に、おることはおったんですが。牢へ減ったんだろう。雑魚でござんす。よくご存知ですな。あの他に、今一人、まだいたか。おりました。杖とも柱とも頼んだ番頭がおりましたんですが。何番頭さようでござんす。子供のうちから手前の兄弟のようにして育ったのがおりましたんですが。 店が傾いてくるとしょうのないものでござんす。一見構えたい。のれんを分けてくれと申しますんで、やらないというわけにもいかず、こんな店にまたおっても仕方があるまいと、ついこの一月ほど前に暇をやりました。残ったのは、この小僧一人。子もなし、家内もなし、火の消えたようなものでござんす。うん、そうか。一月ほど前に暇を取ったというか、いくらか。 によってきやがったな。出馬したとしたら早い。睨みも早いが、星の付け方も早いのです。その、番頭の構えたという店はどこだあれでござんす。あれあの、前の横丁へ曲がる角にある店が、そうでござんす。変なところへまた店を張ったものでした。なるほど。店から見通しの目と鼻のところに見えるのです。のれんも新しく、 五両替、鈴心という文字が目を射抜きました。こんな不思議はない、フラチはない。別な家業ならいざ知らず、同じ商売の両替屋なのです。恩ある主家なら、別な町か遠いところへ店を張るべきが当たり前なのに、まるで商売がたき、客争いを挑むように、二丁と離れない近くへのれんを張っているのです。わ <laughs> らわしゃがら。ねえ、兄、どうで おかしくって腹がよじれるじゃねえかよ。そうですとも。明日もうさっきからおかしくってしょうがねえんだ。馬鹿に勘がいいが、何がおかしいかわかってるのかよ。わかりますとも。あの親父の顔でがしょチンコロラのみ上げしたような顔って言葉があるが、こんなの珍しいや。浅草へでも連れて行ったら結構暮れの持ち代は稼げますよ。アホ。えいつまで経っても知恵のつかねえやつだ。だから嫁になりてもねえんだよ。 おいらのおかしいのはアバ系のことなんだ。不審の角ありが聞いてあげらら。ちゃんとこの店の前に、不審の角のご本尊がいらっしゃるじゃねえかよ。のれんを分けてもらった子飼いの番頭が、ご本家弓を吹くような魔能するはずがねえ。二人の手代どもが、中儀側に罪をきたがったのも、火元はあのあたりだ。パンパンと、人にらみに木造ばいとお目にかけるから、ついてきな。ちげえねえ、遅いや。 感心しねえでもいい時に感心したり、しなくちゃならない時に忘れたり、まるで歯のねえ下駄みてえなやつだ。そっちじゃねえ。あの角の鈴心へ行くんだよ。どっとだるぎな。名人の起縁、当たるべからずです。表へ行ってみると、その鈴んが豪勢でした。磨き講師に荒のれん、小僧の数も4人あまり散らついて、年のせを控えた店先には、客足もまた多いのです。 根が枯れて枝が栄えるというのはこれだよ。鈴心というからには、しんべい、新ンクロ、しんざいもん。いずれはしんの字のつく名前に違えねえ。親父はいるか、覗いてみな。まったりまったり。穏やかならねえ声がするんですよ。出ちゃいけねえ、出ちゃいけねえ。ちょっとそっちへ引っ込んでおいでなさいまし。なんだ。女の声がするんですよ。不思議はねえじゃねえか。いんや、わけえ娘らしいんだ。ね。ほら。 べっぴん声じゃござんせんか。なるほど。張りのいい若い間声が耳を刺しました。キゅウドン、キゅウドン、いけないよなんだねお前、大事なお宝じゃないか。小判をおもちゃになんぞするもんじゃないよ。いいえ、お嬢様、おもちゃにしてるんじゃねえんですよ。い出して音色を覚えろ。偽の小判と本物とでは音が違うからと、お旦那様がおっしゃったんで、音色を聞き分けてるんですよ。嘘おっしゃい。そんないたずらをしてるうちに。 また一枚どっかに無くなったっていうつもりだろう。おとといもそうやってるうちに小壺が一つどっかに無くなってしまって出ずじまいじゃないか。他の誰をごまかそうとも、この私ばっかりはごまかせないよ。ネイルを聞きたかったら、この目の前でおやり。剣高に店員を叱っているあんばい。無論この家の娘に違いないが、どうやら店のこと、金の出入りの采配も、その娘が切り回しているらしい様子でした。ひょいと覗いてみると、十八区。 品はないが、まずまず別品の部類です。繁盛だな。いらっしゃい。どうぞさあどうぞ。そこではお冷えなさいます。こちらへおかけなさいますし。愛嬌がまた馬鹿におい。こぼれるような笑顔を作りながら、怖い名人を名人とも知らないのか、下へも置かない艦隊ぶりでした。ご両解でございましょうかしら。お貸金でございましょうかしら。 お菓子金の方なら、もうくれも差して待っておることでございますゆえ、ートがないと、お立て替えできかれますが。金に用はない。のれんに用があって参ったのじゃ。ズバリと切り下げるように、一本釘を刺しておくと、やんわりと言ったものです。小判に目が超えているなら、こっちの方も目が超えておろう。この巻き羽織でも用見。 まあ、そうでござんしたか。どんなおせんぎやら朝早くのご出役、ご苦労様でございます。お尋ねは、偽金のことかなんかでございましょうかしら。驚く色もなく、炎然と笑って、流れる水のごとく滑らかに取りなしました。何のお調べでござんしょう。私、娘の竹というものでござります。私でお答えのできないことなら、親を呼びますが。おるか。 朝のうちひとときは新人するが習わし、あのご年物の声が親の新助でござります。いいや、行く行く、おかみの旦那の御用なら今行くぞ。耳に挟んだと見えて、いそいそと出てきたその親の新助が、また至極と合いそうがいいのです。毎度のご出役ご苦労さまでございます。お方旦那さまも手前のうちが向かいの主人の鈴文さまのお店より景気がいいんで。 それにご不審を打ってのをおこしじゃござんせんかよくわかるな。どうしてそれがわかるいいえ、ケイ郎の旦那様もそのようにおっしゃって、たびたび参りましたんで、たぶんまたそんなことだろうと察しがついただけなんでございますよ。そのご不審でのおこしならば、ここに一匹招き猫がおりますゆえ、ようご老じませ。はははは、親の口からは言いにくいことでござりまするが、 一に愛嬌、二に愛嬌、若い娘の愛嬌ほど、客を引くにいいとではござりませぬ。店の繁盛いたしますのも、みんなこの招き猫のせいでございますよ。他にご不信がございましたら、お知らせへでも、ご番所へでも、どこでも参ります。なんならただいまお供いたしましてもよろしゅうござります。はっはっはっは。いかがでござります、旦那様。にこやかに笑って、 愛想のいい対応ぶり、さながらに、すべすべとした、濡れ岩をでもつかむようでした。ふん、しょうがねえや。不思議です。なんと思ったか、突然名人が吐き出すように呟いたかと思うと、ニヤニヤ笑いながら、さっさと、店を引き上げました。4。ま、ま、待っておくんなさい何とぼけた真似するんですどんどん行って、どこ行くんですかよ 驚いたのは、いつもながらの電録です。まった何か嫌がらせをするんですかはっはハはは。あははじゃねえですよ。根が切れた、鶴が切れた、千木抜いてがなくなったらなくなったと正直に嫌いんだ。照れ隠しに笑ったってそんなバカ笑いにごまかせるらしくじゃねえんですよ。パンパンと人にらみに、木図を暴いてやら,らと大層もなく立派な口を置きでしたが、パンパンはどこへ行ったんです。木図はどこへ流れたんですかよ。うるさいよ。 いいえ、うるさがねえ旦那。これがうるさかったら電路が飯の食い上げになるんだ。手の悪いところ天じゃあるめえし、出しかけてやめるとは何が何ですかよ。調ばかけて逃げ出すとは何がおっかねえんですかよ。おたけとか言ったあの娘にポッと来たんですかいガンガンとやかましい奴だな。あの親父が星だ。癖と睨んだ目に狂いはねえんだ。ねえけれども、親父も親父、娘も娘、ああいうのが銀味ずれと言うんだよ。 すべすべぬらぬらと喋りやがって、あんな親子をいくら締め上げたっても無駄骨なんだからあっさり引き上げたんだ。手を間違えたのよ。手をな。手とねえ、はてねえ。わからねえのかい。ああいうやつには動かぬ証拠を突きつけて攻め立てるより他には手がねえんだ。その手を間違えたと言うんだよ。とんだ忘れ物さ。六つり流十八番、桂馬飛びという陳酒を忘れていたはずだが、 お前さん心当たりはないかいさあいけねえ。食い物のことじゃござんすまいねえ。その方ならずいぶんとこれでチェアは回るんだが、どうすだよ。えぎっちょの梅頃がトヨタをえぐったあのあい口なんだ。刃物の持ち込み、出し入れの厳しいおろやだ。どこのどやつが梅頃のところへ届けたか、肝心要、大切なおせんぎ物をど忘れしていたじゃねえか。しっかりしろい。ち、ち、ちげえねえ。 急いだよ、カゴ屋待ってろったのに、どこをほのそろそろおつき歩いてんだ、牢屋へ行きな、牢屋へヒューヒューと、風がうなってすぎて、カゴもうなるような速さでした。しかし、行き着くと同時に、右門の足はぴたりと釘付けになりました。入ろうとしたお牢屋同心の詰書所の中から、ピシリピシリと、無知の音が聞こえるのです。痛み攻めの音に違いない。慶四郎得意の攻め手なのでした。 さては、と思って、覗いた目に映ったのは意外です。攻めているのは、あの玄内でした。撃たれているのは、おろやず勤めの番人らしい若い小物なのでした。何をお攻めじゃおう、おかわりか。太いやつじゃ。こいつが、こいつ目があのドスを。差し入れたと言われるか。そうなのじゃ。 人手に任して、現内ばかり高みの見物もなるまいと、ドスの差し入れ人を調べたところ、ようやくこやつの仕業だということは分かったが、何としてもその頼みとは白状せぬゆえ、せめておるのじゃ。フラッチな奴めが、牢屋勤めをしておるものが、とんとぐるになって何のことじゃ。抜かせ、抜かせ、抜かさせば、もっと痛めにあうぞ。ぴしりぴしりと、石管の手の下るのを、しかし小物は、 必死と歯を食いしばってこらえながら、白状は夢愚か、あざ笑いすら浮かべているのです。その顔をひょいと見ると、ほんの今しがた床屋へ行ってきたらしい跡が見えました。酒焼きも沿ったばかりで、髪にはプーンと高い油の匂いすらもしているのです。ははは、よし、わかりました。痛め銀味ばかりがせめてではおざらぬ。口を開かせてお目にかけましょう。 この右門にお任せくだされ。遮るように、玄内の手から鞭を取って投げ捨てると、屋わにちくりとえぐるように浴びせかけました。お前、今晩あたり嬉しいことがあるな。びっくりせんでもいい。むっつり門の目はこの通り何もかも見通しだぜ。お前今日非番だろ驚いているだけじゃわからねえんだ。返事をしろ、返事を。そうでござんす。 非番でござんす。だから床屋行ってきたというだけじゃあるめ。そのめかし方はまず嬉しい町人でもあると言った寸法だ。今夜きっと会いましょうと口約束をした町人がな。しかも、その町人は、女だろう。違うかどうだ返事をしろ、返事を。いちいちとそうびっくりするに当たらねえや。お前ら風情を背もとすぐれ、むっつりもんに浅めしめえだ。 安い油をテカテカ塗った具合、女に会えるからのおめかしにそうやるめ。どうだ違うかそ、そうでござんす。その女がドスの頼みて、こいつをこっそり梅五郎さんに届けておくんなさいまし、さすればどんなことでも聞きます。明日の晩にでもと。色仕掛けに頼み込まれて、ついふらふらと、とんでもねえドスのお使い場をしたんだろう。女は年の頃十八句、愛嬌たっぷり。 こいつも睨んだ癌に狂いはねえつもりだが、違うか。どうだ。返事をしろ、返事を。六つりもんの攻め手は理詰めの攻め手、知恵の攻め手。コート睨んだら抜け道のでせめ手なんだ。歳もかっきりズボスを刺したに、そうやうるね。どうだ、青っぽ。つ、その通りでござります。よし、わかった。もうそれで聞くには及ばねえ。連絡、また籠だ。おめえ一人がよかろう。あの親子をしょっぴできな。 親子今のあの涼しん親子を引いてこいと言うんだ。これだけの動かぬ証拠がありゃ、もう嫌は言わせねえ。しかしおめえは口から男だ。嬉しくなってパンパンまぐしちゃったらいけねえぜ。ちょっとそこまでと別口のお世辞でも言ってな。逃さないようにうまく引いてきな。こ、殺えたり。ちっち正面、こういうことになら電路ガニのおしゃべり上手には板につくんだ。たちまち引いてくるからお茶でも飲んでおいでなぜえよ。忙しい男です。ピューピューと、 うなりを立てて飛んでいく姿が見えました。遠いところではない。二杯とお茶を飲む暇のない間もなくでした。へへへへ。という声がしたと思うと一緒に、その電禄が何をベラベラやってるのかしきりにさえずりながら、紳助おたけの親子を手もなく引いてきたのです。さあ来たんだ、ベラボメ新明治郎得意の六鶴流でパンパンとやっとくなせまし 突き出すように押して起こした二人の前へ近づくと、不気味なくらい穏やかに、やんわりとまず釘を刺しました。さっき、妙なこと言ったな。不審なところがあったら、お知らせでも五番所へでも参りますと言ったっけが、わそりゃしめえな、新助。なんな、なんでござんす急にメールを変えるな。その不審があってしょっぴいたんだ。娘から先にとっちめてやろう。たけ、前でい。 何を青くなって震えているんだ。愛嬌が元手で,でござんす。こういう招き猫がおるんでござんすと、親バカの新助が自慢をしたおめえじゃねえか。度胸があったらこのおいらの前でも、もう一ん愛嬌を振りまいてみなよ。え、い、ええ、そんなことは、そ、そ、そ,そんなことは。時と場合、出したくてもこの恐ろしい証拠を見せつけられては、肝が縮んで出ねえというのか。そうだろう。読みろい、この証拠を。な、な、 何の証拠でござんす証拠とはどれでござんすこのドスだ。え<っ>それから、この老板の青っぽうだ。みんなベラベラと口を割ったぜ。こいつを左ギッチョの梅五郎さんにこっそりと届けてくださいまし。そうしたら何でも聞きます。今晩でもおいでくださいましと、とんでもねえ両替仕込みの野菜卿を振りまいて、おめえから色仕掛けに頼み込まれたとな。怒らず喋ったよ。どうだいずーんと背筋が寒くならしねえか。 ば、バカな大切な娘に何をおえますバカな問い落とされたら大事と思ったか、慌てて親のシンが横からわめき立てました。とんでもない言いがか,かりをおっしゃっちゃ困りますたった一人の婿取り娘、色仕掛けの何のと、人聞きの悪いことをおっしゃっちゃ困りますバカなドスがどうの、梅頃がどうのと、娘に限ってそんな大それたことをする女じゃござんせぬ確かにないというか。 好参戦とも、手前ら親子に何一つやましいことはござりませんぬ。両替仕込みの安い愛嬌がどうだこうだとおっしゃいましたが、娘の愛嬌を安く売ると言ったんじゃござんせぬ。商売は愛嬌が第一。店の繁盛は愛嬌が元で、幸い娘が愛嬌のゆえ店も繁盛すると申しただけでござります。控えろ。ではお前に聞こう。娘の愛嬌が元手になって繁盛いたしますと言ったその店を春るについての、 そもそもの元ではどっからひねり出したんだ。あの鈴心ののれんを出した元手の金はどっから振って湧いたんだ。それは、その、元では、その、その元ではどこの小判だ。まさかに、一文なしじゃあれだけの店はあれめしかも不思議なことには、五種毛筋の鈴分は、あの通り落ちぶれて、千百三十両というお穴だ。小判は物を言わねえかもしれねえが、おいらの目玉は物を言うぜ。 どうだよ、親父。聞きゃ、鈴分棚で、子外からの番頭だという話だ。その番頭が一月前に暇を取って、新棚を開ける。開けた後で、千百三十両の大穴が分かった。分かったその大穴は、私が相場にしくじってあげたんでござんす。いいや、お前じゃねえ。俺が使い込みの大穴だと、世にも珍しい罪争いが起きてるというじゃねえかよ。争ってんのは二人とも男盛りの手代だ。一人は三十四、一人は二十八。 その若い方の手だを左ギッチョの梅子のところへお前の娘がこっそり土葬を届けたんだ。あいくな。届けたら、今朝になってトヨタが差し殺されていたんだ。どれもこれもおかしなことばかりじゃねえかよ。争って罪をきたがったのも不審。娘が土葬を届けたも不審。しかも娘は婿取りだと言うんだ。男の欲しい娘だとな。どうだよ、わじ。これだけ筋を立てて畳みかけりゃもうよかろう。白状しな、白状を。 言わねえのか、ジレってぇな。おたげえに年のせが迫って気が短くなっているんだ。言わなきゃ、ギッチョの梅頃と付き合わしてやろうよ。面倒だ、電録。あの野郎うしょっぴいできな。いえいえ、もも申します。恐れ入りました。ついに泥を吐いたのです。お察しの通り、千百三十両は、この新助が三年かかって、ちびりちびりとかすめて貯めた大穴でござります。いずれは、店も出さねばならぬ。 その用意にと、長年かかってかすめたんでござりまするが、あそこへ店を出すと一緒に、大穴がばれたんでございます。それを知って、罪を着ようと言い出したのが、あの豊田と梅五郎の二人でござんした。二人とも、未だに一人身、娘は婿取り、罪を着る代わりに俺を婿に、俺を婿にと言い出したのが、こんな騒動のもととなったのでございます。なれども、 娘の好きなのはあの梅五郎。嫌いなトヨタと末四十一緒にならねばならぬようなことになってはと、娘がひどく苦に病みましたゆえ、ええー、面倒だ。ついでのことにトヨタを眠らせろと。この親バカの親父が悪事を授けて、梅五郎に刺し殺させたのでございます。しかしあいつはギッチョ。そんなことから足がつかればいいがと、実は内心胸を痛めていたんでございますが、 何が元でバレましてやら恐ろしいことでござります。主家を救うための使い込みと申し立てさせたのも、みんなこの新助の入れ知恵。そんなことにでも申し立てたら、いくらか罪も軽くなり、なったら早く五郎払いにもなることができましょうとの混沌でござりました。恐れ入りまして、ござります。そうだろう。大方、そんなことだろうと思っていたんだ。せっかく資料拭ってやって、骨折り損だが、 こんなしみったれの手柄は欲しくねえ。のしをつけて心情するからと、すまぬが、源内殿、慶四郎先生のところへ誰か飛ばしてくれませんか。不審の角は丸く取れましたと言ってな。その代わり、大事な裁きだけを一つつけておいてあげましょう。親父、千百三十両は鈴文さんになりかわって、おいらがもらってやるぜ。利子をどうの、両替賃をいくらつけろのと、はしたないこと言うんじゃねえ。 元金だけでたくさんだからな。それだけありゃ、鈴分の店ののれんもまた染め直しができるというもんだ。天六、おめえ一っしりって、あのしょぼしょぼ親父の顔のしわを伸ばしてきてやんな。心得たり、さあ、これで餅がつけるんだ。透明に嬉しくなりやがったね。おっ、一句飛び出しやがった。もちもちと、心をせわしき年の暮れ、とは、どうでござんす風が、冷たい。